今日のお話は、書きかけの物語夫が趣味で書いていた小説の原稿を偶然見つけた女性が、その物語を完成させることを決意し、創作の過程で夫婦の絆を再発見する物語、というお話です。偶然の発見はある日。 夫が趣味で書き綴っていた小説の原稿を偶然見つける彼女は夫が小説を書いていること自体知らずその内容に興味を持った原稿を読み進めるうちに彼女は夫が持つ想像力と想像の世界に驚かされる小説は未完の状態で物語の結末が気になり始める はこの原稿をきっかけに夫との関係に新たな一面を発見し夫の知られざる才能に触れることになる。原稿の謎ミキは夫に原稿について尋ねるが夫は仕事が忙しく小説を書き進める時間がなかったことを明かす。 夫が物語を完成させることに消極的であることを知り、ミキは自らが物語を完成させる決意をする。彼女にとって、これは夫へのサプライズであり、二人の関係を深めるプロジェクトとなる。ミキは、夫が描き始めた物語の世界に自分なりの解釈を加え、 結末を想像しながら原稿を書き進めることに挑戦する創作の決意ミキは夫の原稿をお手がかりに物語の世界を自分なりに広げていく彼女は物語の登場人物に自分の感情を投影し彼らが直面する試練や冒険を通じて 自身の内面とも向き合うことになるこの創作活動はミキにとって新たな発見の連続であり夫への理解も深まっていく彼女は夫がこの物語に込めた思いやメッセージを解読しようと努める一方で自分自身の創造性も探求する創作の苦悩 物語を書き進める中で三木は創作の難しさに直面する登場人物の心情を深く掘り下げたり物語の展開に一貫性を持たせたりすることに苦労するまた夫の物語に自分なりの解釈を加えることに対する躊躇や 自分の書いた部分が夫の意図に沿っているかどうかの不安も感じるこの過程で三木は夫と共有する創作活動が単に物語を完成させること以上の意味を持つことに気づくそれは夫婦の絆を深めお互いの理解を促進する旅であることを実感する夫婦の対話 ミキが物語を書き進める中で夫もミキの創作活動に興味を示し始めるある日ミキが書いた部分を夫が読むことになり2人は物語の内容や登場人物について深い対話を交わすこの対話は夫婦間の新たなコミュニケーションの形となり お互いの創造性や創造力を尊重し合う関係が築かれるミキは夫の応援を受け物語を完成させるための新たなインスピレーションを得る物語の完成ミキと夫の共同作業によりついに物語は完成する完成した物語は ミキと夫の思いや経験が織り交ぜられた夫婦共有の創作物となるこの物語を通じて二人の関係はより深まりお互いを理解し支え合うパートナーとしての絆が強化される物語の完成はミキにとっても夫にとってもお互いへの愛と尊敬の証しとなり 夫婦の共同プロジェクトとして大きな達成感をもたらす。新しい絆の発見。物語が完成したことで、ミキと夫はお互いに新たな一面を発見し、夫婦としての絆をさらに深める。物語を共に作り上げた経験は、 2人の関係において新たな章を開くきっかけとなり共有する喜びや想像の楽しみが夫婦生活に新たな色彩を加える三木は夫との共同作業を通じて互いの深い理解と支え合いが夫婦関係の本質であることを再認識する共有された想像 物語の完成を機にミキと夫は定期的に共同の創作活動を行うようになるこの活動は彼らのライフスタイルの一部となりお互いの創造性を刺激し合いながら日々の生活に豊かさと刺激をもたらす2人が共に作り上げた物語は彼らの愛と絆のシンボルとして 家族や友人にも共有され、ミキと夫の関係をさらに深める。この共同の創作活動を通じて、ミキと夫は互いをより深く理解し、夫婦としての絆を確固たるものにする。